ない。またしても。父ジェン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。坂井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。
動けって。ユノ頼むから。ユノジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。鷹を助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。鷹だって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。鷹の腕なら挟めしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Yeah!